皆さんこんにちは。あなたは好きな女性のどんなシーンを見てムラッとしますか？あなたにお気に入りのシーンがあるのと同じように、女性にも好きでたまらない男性のムラッとシーンがあるんです。一般的によく言われるスポーツで汗をかいて息が荒くなっている時とか、裸が見えた時という分かりやすいものに関しては今回は取り上げませんよ。それよりも、なんでそこで興奮するの？と思うであろうシーンを8つご紹介していきます。もちろん個人差がありますから、必ずしもあなたの好きな女性に当てはまるわけではないことはご了承ください。あともう少しで両思いとか、今日が運命の日になるかもというシチュエーションが今後訪れた時にぜひ活用できるように参考にしてくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、メガネを外す時。メガネをかけている男性はメガネを拭いたり目薬をさす時には必ず外しますよね。女性はその瞬間が意外と好きなんです。特にポイントはメガネを外して見つめられた時。その時は視力が悪いならちょっと目を細めてもいいんです。そうやって鋭い目で見られるのがたまらなく好きな女性も 100% いますからね。そしてちょっと目をパチパチしたり首を回したりしてからかけ直す瞬間がまたいいんです。なのでメガネを外す時というよりも、正確にはメガネを外して相手を見てうつむき加減でメガネを拭きかけ直すの、この一連の流れに興奮する女子がいるんですよ。女性ってキスするときに相手のメガネを外す動作に憧れている人が意外と多いんです。服を脱がせているわけじゃないのに、同じように1枚脱いだ感覚で見ているんですよ。だから裸が見えているわけじゃないのに興奮するんです。目の力もかなりすごいものがありますしね。2、髪の毛をくしゃくしゃしたとき。雨に濡れて髪の毛をくしゃくしゃしたときや、疲れたって言いながら前髪をかき分けているときに女性は興奮します。男性でも女性が髪を触っている瞬間にドキッとする人は多いですよね。いつもは見えない部分が見えて興奮するとか、理由はいろいろあると思いますが、女性が男性のくしゃくしゃ髪に興奮する理由は乱れているからなんです。例えばきっちりスーツを着ていたところからネクタイを外して乱した姿がたまらないって思う女性は多いですが、これと同じような感じですね。ただ少し難しいのは、当てはまるパターンがゆるふわ系の髪型の人だけってこと。ちょっと犬っぽい雰囲気を持っている可愛い系の男性がくしゃくしゃってするとさらに可愛くなるっていうイメージです。ぜひご自身が当てはまっていると思う場合は参考にしてみて。髪の毛が乱れてソファーなどに無防備に横になっている時についつい抱きついたり乗っかりたくなる女性は多いですよ。3、ホルモンが爆発している時。女性には月に1回女の子の日が来ますよね。生理の時ってホルモンバランスが崩れるから結構心も体調も乱れやすいんですが、実はこの前後にムラムラするタイミングがあるんです。そもそも生理周期は人によってバラバラなのがリアルなんですが、みんな排卵日近くになるとムラムラするっていうのは同じなんです。これは妊娠に備えて体が女性ホルモンの分泌を増やすからなんですよね。体が妊娠したがっている状態でオスとつながることを求めているんです。だから理性でどうこうしようとしても収まらないくらいムラムラしちゃうんですよ。しかもこの時期ってみんなよくエッチな夢を見るんです。逆にエッチな夢見たことないって人はいないんじゃないかなってくらい、現実でも誰かとつながりたいって思ってすれ違う知らない男性をついついやらしい目で見ちゃう女性も少なからずいます。もちろんムラムラより体調不良の方が勝る人も当然いますし、万が一好きな子を誘うことに成功したよという場合でも妊娠しやすい時期だということをお忘れなく。お互いのためにしっかり備えておきましょうね。4、相手も興奮しているって分かった時。好きって言われると好きになっちゃう女性って時々いますよね。これはムラムラに関しても同じで、相手の男性がムラムラしているって分かったことでスイッチが入る女性がいるんです。やっぱり自分からアピールしてそんな気はないよって言われちゃったら女性も悲しいんですよね。ものすごく積極的な女性ならどんどん自分からムラムラしてきちゃったってアピールしていけるんですけど、実際にはそんな人ばかりではありません。むっつりなんて言葉がありますけど、女性にもむっつりさんは多いんです。男性の方から例えばボディタッチを仕掛けてきたり見つめてキスをしてきたり、そういったアクションがあることでスイッチが入るんですね。もちろんある程度好意がある場合じゃないと成立しないので誰でもいいってわけじゃないですよ。5、寝顔。
好きな男性の寝顔を見ると女性は母性本能が爆発します。いろんな表現がありますが、例えば食べちゃいたいとか、絶対他の誰にも見せたくない、独り占めしたいみたいな感情が生まれて、ムラムラが高まってきた女性は寝ているあなたの横にくっついて眠ったりするんですよね。男性が実は寝たふりをしていたなんて場合は、そのまま行為に突入することがもちろんあるんです。また寝顔にチュッてキスする女性も多いですね。その瞬間に男性が反応して逆に押し倒されたりとか、このシチュエーション経験がある女性は多いと思います。そしてこの展開が嫌いな人なんてなかなかいないんじゃないかな。6、自分の好きなパーツが魅力的な時。女性にはそれぞれ好みのパーツというのがあると思います。例えば私なら男性の大きな手が大好きで、特に指が大好き。他にも多いのは首筋、肩幅の広さ、輪郭、声質、鼻の形、腕の浮き出た血管や骨などがありますね。深い中になれば裸も見るようになるから、もっと大好きな部分が増えるとは思うんですが、服を着ていても見える部分だけでもこんなにたくさんあるんですよね。中でも鼻の形なら好みもいろいろ分かれますよね。こじんまりとした小さい鼻が好きな人もいれば、わし鼻が好きな人もいます。鼻に目が行く人は横顔が好きっていうパターンもありますね。だから好きな人の横顔ならずっと見ていられるって話も結構聞きますよ。好みの手に触られたら興奮するし、好みの声でささやかれたらムラムラしますよね。大好きな広い肩幅に包まれたいって思うし、血管の浮き出た腕で抱きしめてほしいって思うんです。あなたの好きな部位を見ながらムラムラしている女性はいろんな妄想を広げているんです。7、舌をペロッとした時。唇を舐める仕草が好きな女性も多いですね。まるでキスに誘われているように感じるんです。唇が乾燥していて舐めちゃう人もいるし、唇にアイスクリームがついたから舐める場合もあるでしょう。舐めるシチュエーションはいろいろあると思いますが、あなたが無意識にしているその仕草を女性は見逃さないでいるんですよ。そうです、ポイントは無意識というところ。あからさまに女性に向けてペロッと舐める仕草をするのは相当な両思いでない限り惹かれることが予想されますが、例えば何かを食べながら、スポーツを観戦しながら、パソコン作業をしながらなど、何も意識していない時にペロッとするのがたまらなくいいんです。やっぱり男女問わず舌に対してはエロさを強く感じるんですよね。その舌に何をしてもらいたいのか、女性もまた妄想しちゃうんですよね。8、もぐもぐしている時。男性のもぐもぐシーンはムラッとさせられるというよりも愛おしい気持ちが生まれやすいんですよね。これも母性本能がくすぐられる部分で癒される女性が多いんです。癒される気持ちが生まれるとイライラしていたこともスッと消えちゃったり、悩んでいたことも吹っ飛んでいったりしますよね。そういうリラックスしたシーンに女性も心を開きやすくなるわけです。そして食事のシーンということなら、お酒が入る可能性もありますね。お酒が入ると女性も理性が保てなくなって当然ムラムラしがち。もぐもぐで癒されてお酒も入ればなびかれる可能性が高まりますね。以上、女性が男性にムラッとする意外なシーンについてご紹介しました。ここでは8つご紹介しましたが、女性の性格や相性によってムラムラするシーンはもっとたくさんあると思います。ぜひあなたの好きな女性のムラムラポイントはどこなのか、さりげなく探ってみてくださいね。とはいえ、女性と仲良くしたいならある程度の信頼関係を築き上げる方が優先事項ですよ。一方的に突っ走ってしまうと温度差が生まれるので、ぜひ慎重に関係を深めていってくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。